同立自然公園のっぽろ森林公園。同立自然公園のっぽろ森林公園は、北海道札幌市、江別市、北広島市にある公園、都道府県立自然公園。三市にまたがるのっぽろ丘陵にあり、大都市近郊でまとまった面積の森林、平地林が残されているのは、日本国内でも数少ない。公園内のおよそ8割が国有林で、鳥獣保護区にもなっている。 1977年、昭和52年には、昭和天皇在位50周年を記念して、昭和の森に指定された。公園内には遊歩道があり、自然観察や森林浴を楽しむことができる。歩くスキー、クロスカントリースキーコースの標識が常設されており、冬には整備されたコースが常時利用可能になるが、管理者は、スキー専用ではないとの立場を取っている。 1873年、明治6年、北海道開拓市によって、現在のおよそ2倍の面積となる5607ヘクタールが、管理に指定。1885年、明治18年に、トンデン兵のノッポロ兵村が置かれると、民間の開拓もあって、伐採と開墾が進んだ。1890年、明治23年には、皇室財産のご両輪となり、 1894年、明治27年五条林、解除。1895年、明治28年には、金抜銀に指定されたが、1899年、明治32年に、町村制が敷かれると、北海道庁から江別、広島、白石に管林を分割払い下げする方針が発表された。すると、新潟県から入職して、 のっぽろ管理を水源関与や風防にして、ため池を、柵、数百丁部の水田を開拓していた北越、植民者指導者の関や孫左衛門らが反発し、北海道長官への陳情の末に、これを阻止した。1908年、明治41年に、国有林となり、3427ヘクタールが、のっぽろ林業試験場の試験林となった。1909年、 明治42年に金伐は解除されたが、1921年、大正10年に322ヘクタールが、のっぽろ原子林の名で、天然記念物に指定された。太平洋戦争の最中は防空などのために、森林が伐採され、終戦後は復員した軍人などが無断で入植して、開墾した結果、2198ヘクタールが、農地として開放されることになった。 1951年、昭和26年に、第二回、北海道植樹祭が開催された。以後、森林内の国有林、同友寺で複数回開催している。のっぽろげん市林は1952年、昭和27年に、特別天然記念物となったが、1954年、昭和29年の東山ル台風により大きな被害を受けて、復旧保存が困難となり、 1959年、昭和34年に、千歳線以北部分の指定が解除され、1962年、昭和37年には、千歳線以南の一部を除て、指定解除となった。現在、特別天然記念物に指定されているのは、のっぽろ森林公園外の国有林、北広島市西の里の3カ所39.7ヘクタールのみである。 1966年、昭和41年、北海道100年記念事業として、のっぽろに記念公園と記念地区を設けることを決定し、1968年、昭和43年までに、林内の民有地297ヘクタールを買収、同立自然公園の指定及び公園計画を策定、同年に北海道100年記念式典を開催している。 1970年、昭和45年には、北海道100年記念灯。1971年、昭和46年には、北海道開拓記念館。現在の街道博物館。1983年、昭和58年には、北海道開拓の村がオープンした。2004年9月の平成16年台風第18号では、大きな封筒被害を受けた。 石狩地域森林触れ合い推進センターが中心となり、市民と共同して自然林を再生させる、のっぽろ森林再生プロジェクトを実施している。森林は自然林、天然林と人工林からなり、自然林は落葉公葉樹と床葉新葉樹が混成する根光林となっている。太さが1メートルを超える大木も多く、大都市近郊で、 原生的な森林が残されている。水なら、カツラ、シナの木などの温帯性の紅葉樹林、トドマツを主体とする亜寒帯性の新葉樹林などが混じっている。樹木がほとんどない草地は、かつて人が森を切り開いて、畑にした後に工作止めてできた人工的な草原である。人の手を離れたことで草原性の野鳥や昆虫を見ることができる。動物は、キツネ、タヌキ、 ユキウサギ、エゾリス、エゾモモンガ、ヒメネズミなどの哺乳動物が生息しており、また、天然記念物のクマゲラをはじめ、フクロウ、オオルリ、キビタキ、シマイナガ、シジュウカラ、アカゲラなどの野鳥を見ることができる。オオルリオサムシ、オサムシ、ゲンゴロウ、ゲンゴロウオルイなどの貴重なコンや、エゾハルゼミ、ミヤマクワガタなどの昆虫も見ることができる。公園内には、小さな沢や それをせき止めて作られたため池が複数ある。沢の水は雨や雪が地下に浸透したもので一年中枯れることはなく、木陰によって夏季に水温が高くならないように守っている。その中の一つである水穂の池、水穂池は明治の入植者により始められた水田工作において従来の堀り井,井戸では足りずに水不足で収穫できなくなったことにより、1924年、 大正13年に貯水池の造成が計画された。1927年昭和2年に土工組合の許可がおり、1928年昭和3年に周囲約4キロメートル、貯水量170万立方メートルが完成し、実り豊かな水田を願って、水穂の池と命名した。1955年昭和30年に老朽化のため決壊したが、 1957年、昭和32年に地域の協力により復旧した。1972年、昭和47年に貯水池としての役割を終えたが、そのまま公園の池として残されることになった。遊歩道マップ参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。